皆様こんにちは。内藤証券中国株情報の時間です。本日も東京日本橋兜町内藤証券東京支店にありますサテライトスタジオ株スタ7110から生放送でお送りします。解説は内藤証券投資調査部チーフストラテジストの千原康弘さんです。千原さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。それではまず中国株式市場の動きを振り返ってまいります。中国本土市場の上海総合指数は昨日3月7日火曜日の終値が 3285.099 ポイントでして、先週2月28日火曜日の終値に比べ 0.2% 高でした。続いて香港市場のハンセン指数は昨日3月7日火曜日の終値が 2534.48 ポイントでして、こちらは先週2月28日火曜日の終値に比べ 3.8% 高となりました。それでは直近の動きについて解説をお願いします。はい、ではですね、中国本土市場の動きから見ていきたいと思います。こちら上海総合指数ですね。2月はご覧のようにおおむね3250ポイントから3300ポイントのボックス圏内で推移しました。米中関係をめぐる先行き不透明感を背景に3250ポイントを割ると反発し、3300ポイントに達すると反落するという展開でしたね。しかし3月に入りますと上値抵抗線だった3300ポイントを抜いてきました。上海市場のムードもですね、やや上向いたっていう感じですかね。では左から見ていきたいと思います。今年の春節ですね、旧正月は1月22日でして、上海市場は1月23日から1月27日まで休場でした。ゼロコロナ政策の解除を好感した海外投資家が上海 A 株を買い戻しまして、上海総合指数はですね、1月18日から1月30日まで春節連休を挟んで4日続伸となりました。しかし上海総合指数が節目の3300ポイントに達しますと、中国本土の投資家による利益確定売りが広がりました。1月31日もですね、中国本土の投資家に売りが続きまして、上海総合指数は5日ぶりに反落してますね。その後はアメリカで起きた気球撃墜事件を契機に米中関係が緊迫化しまして、冒頭で説明したボックス圏相場に入っていきます。例えば2月15日に上海総合指数は寄り付きで3300ポイントに迫りましたが、そこから売りに押されまして2月17日まで3日続落となりました。しかし3250ポイントを割りますと、20日は上海総合指数が前日比で 2.1% 高となりまして、再び3300ポイントに迫ります。その翌日の1月21日は7日ぶりに終値で、2月21日ですね、7日ぶりに、終わり値で3300ポイントを回復しましたが、上値抵抗線の3300ポイントを抜いたことで今度は、2月22日から2月27日ですね、4日続落となりました。こうしたボックス圏内での動きが続いたことで上海総合指数は、2月の変動幅が小幅にとどまりまして、月間で 0.7% 高でした。続いて先週水曜日以降の動きですね。3月1日は上海総合指数が前日比で約7ヶ月半ぶりの高値となりまして、6日ぶりにですね、終値で3300ポイントを回復しました。中国のですね、 CFLP 製造業 PMI が2月は 52.6 に達しまして、2012年4月以降で最高となったんですね。11年ぶりぐらいの高さですね。財経中国製造業 PMI の方も 51.6 でして、7ヶ月ぶりに50を上回りました。ゼロコロナ解除に伴う経済活動の再開で中国の景況感が大幅に改善されたことが確認されたので、それはですね、米中対立という悪材料を超える好材料となりました。
今月5日はですね、全国人民代表大会が始まりました。全人代ですね。会期は今月13日まででして、異例の3期目に入った習近平体制の経済政策のほか、新たな首相に就任するとみられる李強氏の記者会見に国内外の関心が集まっています。昨日3月7日ですが、上海総合指数が5場で失速しまして、5日ぶりに終値が節目の3300ポイントを割りました。中国の貿易額が今年1、2月は、輸出と輸入のいずれも前年同期比で減少しまして、これが嫌気されました。また台湾の蔡英文総統が来月上旬に訪米し、アメリカ下院のマッカーシー議長と会談するという報道が流れまして、米中対立がさらにエスカレートすることが懸念されました。続いて、香港市場ですね、見ていきたいと思います。こちらハンセン指数の動きですね。2月は月間で 9.4% 下落しまして、2万ポイントの大台を割り込みました。しかし3月に入りますと再び大台に戻しています。では左から見ていきたいと思います。香港上場の大型 IT 株が買われまして、春節前最後の1月20日にハンセン指数は約7ヶ月ぶりに終値を節目の2万2000ポイントに乗せました。春節連休を挟んで、1月27日までですね、3日続伸となりましたね。しかし中国本土の春節連休が明けた1月30日は、中国本土の投資家が香港株を売り越しまして、ハンセン指数は4日ぶりに急落しました。1月31日も中国本土の投資家による香港株売りが続きまして、ハンセン指数は5日ぶりに終値が2万2000ポイントを割ります。そして2月に入りますと、米中関係の悪化を受けて、2月の2日から2月6日にかけて大幅に3日続落しました。アメリカが AI 関連の中国企業に対する投資制限を検討していると伝わりますと、ハンセン指数はですね、今度は2月10日から2月15日まで4日続落となりました。2月15日の終値は、今年1月6日以来の2万1000ポイント割れでした。ウクライナをめぐってアメリカが中国とロシアの関係を牽制しますと、米中対立の激化が警戒されました。またアメリカの利上げが長期化するとの見方が浮上しました。こうした国際情勢や金融情勢を背景に、ハンセン指数は今度は2月21日から2月28日までですね、大幅に6日続落でした。その間の2月27日には約2ヶ月ぶりに終値が2万ポイントの大台を割っています。そして先週水曜日以降の動きなんですが、中国の製造業 PMI の急回復を受けまして、3月1日はですね、ご覧のようにハンセン指数が前日比で 4.2% 高となりまして、3日ぶりに終値で大台を回復しています。その後は昨日まで、おおむねですが、2万500ポイント挟んで一進一退が続いてますね。中国の景況感が好転したことで、中国株相場も3月に入ると反発に転じました。しかし米中関係はですね、アメリカの金融政策ですね、引き続き予断を許さぬ状況です。中国では今月13日に全人代が閉幕します。その後の新首相による、記者会見が注目されますね。この記者会見では、例年ですけれども外国人記者が参加して、時にはですね、2時間以上にわたることがあります。すべて生中継されまして、ここで新首相に就任する見込みの李強氏の発言によっては、株式相場も大きく動くことが予想されます。引き続き注意が必要でしょう。はい、わかりました。以上、直近の中国株式市場の動きについて解説いただきました。この後は知って得する情報コーナーです。知って得する情報コーナー、
このコーナーでは中国にまつわるさまざまな話題を取り上げてまいります。今回はどんなお話になりますか？はい、今回はですね、国際特許と米中対立について解説します。はい、世界知的所有権機関ですね、 WIPO が、2月28日に、昨年の国際特許出願状況を発表しましたので、これを中心に話をしたいと思います。はい、今年1月11日の放送でですね、中国のイノベーションと題しまして、中国の国際特許出願件数が2022年も世界トップになりそうな状況をご紹介しました。その際に中国が2022年も1位をキープできるか否かは、今後の米中対立にも大きな影響を及ぼすと解説しました。今回の内容はその続きとなります。はい、ゼロコロナ解除直後の混乱が、中国の、国際特許出願にも影響を及ぼしかねないという話でしたが、2022年も1位を維持することができたんでしょうか？そうですね、2022年もですね、国際特許出願は国別で中国が世界1位でした。こちらをご覧ください。これは国際特許出願件数の国別トップ5についてですね、1995年から2022年までの順位変動を表したグラフです。この番組ではですね、何度か紹介したことがあるデータなんですけれども、今回からはですね、より実態を反映した新基準のデータでですね、グラフを作り変えました。はい、あんま変わってないんですけどね。左から見ていきますと、1995年は1位がアメリカ、2位がドイツ、3位がイギリス、4位が日本で、5位がフランスでした。はい、でその時韓国は19位で、中国は22位に過ぎなかったんですね。でこの赤い線の中国に注目してください。今世紀に入ってから中国は順位を上げまして、2008年にイギリスを抜き、翌2009年にはフランスを抜いて世界トップ5に入りました。2010年には、先行して急成長していた韓国を追い抜いて、2013年にはかつて世界2位だったドイツを超えます。そして2017年には日本を抜いて世界2位となり、2019年にはアメリカを抜いて世界1位となったんですね。その後はご覧のように中国4年連続で世界1位なんです。はい、続いてこちらのグラフをご覧ください。これはですね、先ほどと同じ期間のですね、出願件数の推移ですね。順位だと一つずつしか差がないように見えますが、出願件数には大きな差があるんですね。差が分かりにくいですね、順位だと。件数だとこのように分かります。はい、2022年は、中国の出願件数が前年比で 0.6% 増加しまして、初めて7万件を超えました。コロナ禍という苦境にあっても、中国は微増を維持しているんですね。一方2位のアメリカですね、黒い線なんですが、 1.3% 減少してまして、中国との差は1万1000件に広がってます。この1万1000件という差なんですけれども、例えば2022年の世界6位だったフランスの出願件数ですね、紫色の線なんですが、それがだいたい7700件なので、これを上回る差がついているということなんですね。差だけでそれだけあるということですよね。そうなんです。ですので、その言い換えれば、中国とアメリカの出願件数の差っていうのは先進国1カ国分以上の差があるってことなんですね。そして日本と中国の差なんですけれども、これも2万件近くありまして、世界4位の韓国ですね、黄色い線の出願件数に匹敵する開きがあるわけなんです。はい、中国がこのコロナ禍の状況下でも再び世界1位となりましたが、これは米中対立にはどういった影響が出てきそうでしょうか？さらに厳しくなることがですね、予想されますね。こちらをご覧ください。これは過去5年間の国際特許出願者トップ10ですね。1位はご覧のようにアメリカが目の敵にしているファーウェイですね。ファーウェイという会社は2017年から6年連続で世界1位なんです。2022年の出願件数は7689件でして、アメリカが制裁を加えている中で前年比で約 11% も増加しているんです。はい、またファーウェイの出願件数は、例えば2022年の3位のクアルコムですね、半導体の設計会社ですが、それの約2倍なんですね。アメリカは技術覇権を守ることに必死なんですけれども、そうした中でこのファーウェイがですね、大きな脅威となっているわけなんです。
そしてこの2022年の国際特許出願の結果が明らかになった翌日の3月1日ですね、アメリカがファーウェイに対する制裁を強化して、まあ、全面的なですね金融措置を検討しているとアメリカ政府高官が議会で発言しました。まあ、こうなるとまああからさまな制裁ですよね。で最後に、こちらをご覧ください。これは中国のファーウェイと ZTE という企業のですね国際特許出願の推移なんですね。ZTE という企業、青い棒グラフと青い線なんですが、2017年まではですねファーウェイのまあ良いライバルだったんですね。1位と2位をこの2社が競り合っている感じだったんですが、2018年にアメリカが ZTE に対する制裁をまあ本格的に発動しますと、すると折れ線を見たら分かりますように ZTE の順位とあと棒グラフの出願件数ですね、このように急減しているわけなんですね。まあつまり制裁の効果があったっていうのがアメリカ確信しまして、まあそれ以降それにまあ味を占めたのかどうか分からないですけど、翌年から今度はファーウェイに制裁を加えたわけなんですね。しかしご覧のようにファーウェイですね制裁を受けても出願件数を伸ばして順位もですねずっと1位でいるわけなんですね。でまあ、この流れを変えようとするのが、まあ、先ほどのなんか政府高官の発言だったりすると思われます。まあ、アメリカですね今後もですね中国のハイテク企業に対する制裁を強化することが予想されます。はい、わかりました。今回は国際特許と米中対立についてお話しいただきました。それでは今回はこのあたりで失礼します。千原さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。